顎をシャープにしてあげてください。でやり方はもう平刀でですね、この平らな部分をギュッとこう切り、削るようにして、もう少し顎をシャープにしてみてください。でそれからもう一つ、こちら頭の上の部分も平らな部分がだいぶ大きいかと思います。ここもですね、角を取っていただいて、この平らな部分がもう今皆さんの、平らな部分よりももう半分ぐらいになるまで削っていただいていいです。この平らな部分がですね、半分ぐらいになるまで前から後ろ、そこはもうまっすぐ削っていただいて結構です。なのでこの角を取ることによってちょっと顔が少し八角形になっていくかなと思います。まずそのようにしてですね、輪郭も一緒に整えていってみてください。